い。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。今は1時56分かな7分かな分かんない58分です。この棚の上に登ってポンちゃんは先ほどからなーなーと呼んでいます。ついさっきまでですね、さっきでもないか30分ぐらい前かな、ジャン君と2人で棚の上や、スギニャンの上や、隣の廊下まで走り回っていました。30分どころじゃないね。さあ、だいぶ経つか。以上前。そして、今は、ここの中で、何かを喋っています。何かを毎日夜になると、走り回ったり、何かね、訴えかけているんですけれども、訴えかけてるの？うんなーうんなーって言ってますからね。そっか、夜中のや走り回ってんの遊んでるだけか。遊んでくれなのか、何か寂しいのかよくわかりませんが、まあ、お布団のおしっことの関連もあるのかないのかわかりませんが、もう少しポンちゃんが何がしてほしいのか、何が言いたいのか分かるようになりたいです。あくびばっかして、はい。ただでもこのぐらい相手をしておくとあとは寝てくれるはずです。そうかな、多分。本当？私は遊ばなくていいの？ジャン君、ポンちゃん、おはよう。ちゃん、新しい首は結構かわいいじゃん、ピンク。かわいいね。ちょっと乙女な感じになってるね。そう。そうかな。そうかな、おかしい。じゃあ遊んでもらってるの。ちょっと遊ぶ。本当は音を片付けたくて、そしたら本当のが遊んでて取るのにこれをどかしたんですよ。そしたら遊び出しちゃったね、本当ね。ポンちゃん。だからついでに遊んでるな。ポンちゃん遊び出したから、あれもういいの？ポンちゃん。遊んでたよ、さっき。さっきみたいにさ、ゲソペンしながら遊んでよ。
何パンチ。4日連続おしっこを我慢できました。お布団の上でおしっこをするのを我慢できました。ポンちゃんです。手が届かない、もう微妙に届かないとこに行きました。ただですね、朝起きたら、黄色い水がほんのちょっとだけ、黒犬のデスクの上にありました。で、ああおしっこしたと思って、片付けたんですが、寝ぼけていておしっこだと思いましたが、どうも胃液かもしれないと。臭くなかったです。うん、ちょっとでも、うーん、今思うとおしっこの臭みじゃないんだけど、なんとなくの臭みあったのは胃液が酸っぱい感じだったのかな。なんか色も黄色よりもうちょっと茶色、うん、そうだった？ベージュっぽいっていうか、うん、少し茶色っぽかった。ということで、それが、ジャン君なのかポンちゃんなのかがわからないというところですけれども、だいたい8割方ジャン君が、いる場所ですので、うん、ジャン君が吐いたのかもしれません。眼科のところだけどね。この辺でしたね。この辺にありました。で、下が濡れてるかと思ったら下は濡れてませんでしたので、あ、そう、ちょっとだけね、おしっこの量ではないということですね。いろんな心配事はありますが、明け方多分吐いたんでしょうね。大丈夫ですか？今度はジャン君、今さっきすっごい甘いの。そうだね、遊んでたね。朝のジョージの甘い甘いがすごく長かった。はい。はい。大丈夫でしょう。
君たち。はい、また今日も夜がやってきました。4日間連続、ちゃんとおしっこを布団じゃないところでできたポンちゃんですが、今日もお願いいたします。さあ、だってなぜ解くといいのか、もう何をするといいのかはようわかりませんが、多分、遊ぶのがいいと思います。そうですか。はい。あとは、ただでもね、早い時間に黒犬が遊ばした日に、やっちゃいました。夜中にいっぱい遊んであげるのがいいみたい。朝方。夜中はお付き合いできなくてすみません。昨日は4時まででしたよ。ポンちゃん。ね。でも最後はなでなでていいんだよね。ポンちゃん、しっぽ。ポンちゃん気持ちいいな。よいしょ。かわいい、ポンちゃん。ポンちゃん、みんながそのお花の首は似合うって言ってたよ。みんながお似合いって。よかったね、ポンちゃん。女の子だもんね。はい、じゃあ今日はこちらで。はい。はい。ワンちゃん。ふりかさん。ふりかさん、ふりかさん。お、ジャンくんのアップ。うん。さあ。はいはい。はい。このまま、いい感じでずっと続いてくれるといいんですが。よろしくねー。ぽんちゃん、よろしくねー。ぽんちゃん、いい感じねー。